リモートニュースの時間です。キャンピングトレーラーの鍵をなくしました。先日業務でキャンピングトレーラーを借りたいと社長に申し出たところ、午後に鍵持ってくっからと言われ、待っていたら、あ、忘っちゃと急いで自宅へ取りに戻りました。会社に戻ってくると、鍵なくなった、どうさやったべと衝撃の事実が判明しました。この日の夜、鍵あった、俺がなくすわけねえべしたと自信満々の社内一斉メールが送られてきました。以上、リモートニュースの時間でした。